聖人志城は、品の国派に品郡にあった、日本の城である。当初は、聖人志氏が、戦国期には、天宮市が居城とし、藤崎市も居城としたとされる。現中4年、下京元年村上来国は、小笠原聖純、高梨浅高、長沼太郎らと善光寺に兵を挙げて、守護の柴吉種に反抗した。5月には、 平芝の守護所を攻めて、うる原で戦い、8月には守護大の二宮氏、安氏が牢上した、横山城を攻めて、激戦の末陥落させた。そして敗走する守護法の市川氏らを追撃して、この聖一市城を攻める合戦に至っている。欧英十年、細川兵庫女児中が、幕府の大官として、善光寺横山に入った。大東合戦以来幕府は、 シナノの直接統治に乗り出しての卒と考えられる。しかし、村上氏や大井光則井上光頼、より、小笠原多めね、高梨常より、友の白らがこれに従わず、団の腹で抵抗している。ここ聖人市場や塩崎城でも、幕府軍は、村上道信らとの合戦に臨んで敗走させた。翌年十二月には、所領の実態究明に強く抵抗する。 高梨様之助とも合戦に及んで、高梨方の桐原館や若月城を攻略し、下芋川、カエ連ケ、東城を転戦した。市川市邸は幕府軍に属して戦い、ここ西一市城での工場戦では重傷を負った。この山城の麓直下には、天宮の渡し跡がある。そこは、 第四次川中島の戦いの折に、上杉勢が最女山に不じしたとの法を受けて、会から6日をかけて駆けつけた、武田信玄が最初に抑えて、上杉勢を封じようとしたとされる渡し場である。その後武田勢が移動し、集結した、海図上から立ち上る水煙の変化から翌日に、武田勢の攻撃があると察知した、上杉謙信が、野縁に紛れて、最女山を折り、 そこから、密かに、千曲川を溶かしたとされる逸話はあまりにも有名である。雨宮の私は、横田川原の戦いや大東合戦でも、争奪の地であったとされている。旅重なる、攻防戦はこの山城が古来から幼少ウグの、私を制する重要な城塞であった少佐であろう。登山路の整備は十分でないが、土塁や掘り切り、クルワー跡等の意向がある。 ふもとにあったとされる、聖秘都市館や天宮館と一体をなしての城郭と考えられている。ありがとうございます。